こんにちは、板垣です。今日は久々に山の動画なんですけども、雪山の装備の話ですね。最近ね、こう YouTube にも他の方もよく上げてらっしゃるんですけども、装備お金がかかるよっていう話を今日したいと思います。で、一個ずつ紹介していきたいと思うんですけども、その前に、私が今どんな雪山をやろうとしているのかっていうね、目的を先に言うと、まず来週、雪山の講習に行ってきます。クリアドベンチャーズの講習で、平日、21、22だっけな、の講習に行ってきます。で、その講習は雪道を掘ってその中に一泊するっていうのも含まれてるんで、まずそれに向けて買った装備もあります。はい。プラス、今シーズン中に、初心者向けのね、コースからちょっと雪山を始めたいなと思ってるので、それに見合った、装備というのが、大体主になります。なんで今日紹介するものすべてで、雪山に行けるとか、厳冬期の雪山に行けるとか、そういうもんじゃないのです。ただ、私が買ったものを紹介するだけなんで、その辺は、足からずということでございます。はい、やっていきましょう。サクサク行かないとね、長くなりますよ、今日は。はい。で、雪山のね、装備、一個一個、ジャンルに分けて動画に上げていきたいなと思ったんですけど、もう時間がないんで今日まとめてやります。はい、じゃあ行きましょう。まずこちらですね。冬靴。雪山っていうとね、始めるとなるとこっから始まる感じがしますけども、冬靴、どんなの買ったかというと、これです。じゃじゃーん。スカルパ、ファントムガイドですね。実はこのね、靴ね、モデルとしてはもう2010年とかなんで、もう2020年になっちゃったんで、10年ぐらい前にのモデルという風になるんですけども、アウトレットで買いました。なぜならすごく安かったからです。はい。冬靴ね、高い代表でもありますよ、冬装備ね。新品で買うと大体6万円、7万円ぐらいかかってきます。で、冬靴の話をたっぷりしたいところなんですが、時間がないので軽くしますけども、これは、いわゆるシングルブーツですね。シングルブーツのゲーター付きのものです。はい。ゲーター付きっていうのはここにジッパーが今ついてて、これを取ると中に靴が隠れてます。で、ダブルブーツっていうね、言葉もあるんですけども、ダブルブーツっていうのはさらにこの中に柔らかい靴が入ってて、それをスポッて取れるやつなんで、これはこのまま履くやつなんでシングルブーツです。スカルパのゲーター付きシングルブーツを買いました。で、一応これを買った経緯を簡単に説明すると、いろんな、冬靴試着しました。それこそ、なんだろうな、スポルティバとか、ローバとか、いろいろ履きました。いろんな店でいろんな種類のものを履いてみました。その中で私は、お店の人にも言われたんですけども、この甲のね、甲というか足全体の幅が割と狭めの足みたいです、私は。はい。だからいわゆる幅広高高とかそういうのじゃなくて、私は幅狭なので、例えばローバの靴を最近出たやつがあったかい靴があるらしいというのを聞いて、ローバの靴を履きたいなとか思ってたんですけど、結構ね動くんですよ、足が。幅広めに作られてて、で、私は幅狭なんで、スカルパの方がお客さん合いますよって言われて履いてみたら、なるほどスカルパが合う。で、いろいろ履いてる中で、そのスカルパのね、今、現行のモデル、モンブランだっけな、名前忘れちゃったんですけども、現行のモデルが一番しっくりきたんです、スカルパの。で、スポルティバも履いてたんですけど、結構ね、在庫がないんですね。私が探してた12月。じゃあ、これはスカルパでよかろうということで、その、現行モデル買おうとした時、ふと、下を見ると、アウトレットの、この、ね、ゲーター付き、かっこいいブーツがあって、なんとサイズが私のサイズだったんですね。これはもう買うしかない。値段で言うと3万円を切る価格で、一応新品ですね。のブーツ。自分に合うであろうブーツ探すことができたので、もうこれにしました。まあですね、とにかく、がっつりどこでも行けそうなものを買うのが良かろうということで、これを買いました。はい。もう一個だけ靴の話させてください。これ私がいつも履いてる靴なんですけど、これは、ね、3シーズン用です、基本的には。ただ後ろこの部分見てわかると思うんですけども、ワンタッチアイゼンをつけるためのコバというのがついてます。はい。なので、で前はついてないですね。なんで、セミワンタッチ
前は自分で止めて、後ろはワンタッチのセミワンタッチのアイゼンならつくんですが、この靴はね、あったかくないし、このカットも緩いですね。で、まあ下はね硬くできてるんですけども、冬靴としてはちょっと足りないなということで、冬靴を買うことにしました。はい、余談でしたけども、ここですでに長いですね。はい、次行きましょう。で、さっき言いましたけどアイゼンですね。はい、こちらになります。はい、ブラックダイヤモンドのセラックプロというアイゼンにしました。で、アイゼンについては、靴を買ったらもうだいたい絞り込めるんじゃないでしょうか。はい、靴に、まあ、合う合わないという問題もあるし、まあ、このスカルパの靴はね、前と後ろにそのワンタッチアイゼンをつけるためのコバというのがついているので、まあそれだったらねワンタッチの方がよかろうと。まあセミワンタッチとか、まああと自分でベルトを締めるね、普通のやつとかあるんですけども、まあお店の人に聞いても、いやセミワンタッチが履けるんだったらワンタッチの方がいいですよと、やっぱ締まる力が全然違うんでということで、おすすめされました。で、さらに、このスカルパとブラックダイヤモンド、日本の、代理店が一緒なんですね。はい、だから、靴に合いやすいというのもまあ定番というかね、そこはセオリーに従おうということで、このブラックダイヤモンドの12本爪、これねステンレスですね。ステンレスはあの錆びにくいんですけど研ぎにくいとかね、その辺のデメリットがあるらしいんですが、そういうことです。ちょっとね、ここに飾りながらやっていきましょうかね。こうせっかくなんでね、この壁をうまく利用して、はい、こんな感じですね。いいですね。どんどん行きましょう。ついでにアイゼンケースも買いました。はい、まあこれ実際使うか分かんないんですけども、うん、とりあえずね、その講習の時はかなり遠くまで行くんでアイゼンのケースがあった方がいいかなというとこですね。さて、冬山らしいアイテム、次はこれですね。なんとまだ開封すらしてません。ピッケル、いよいよ買いました。はい、なぜ開封していないかというと、他のは全部、試したりちゃんと着たり履いたりしてるんですけど、ピッケルだけはこう動画の中で念願のね、グッズなんで、開けたいなと思ってちょっと取っときました。ちょっと開けましょうか。はい、じゃあ行きます。これね、まあ、ピッケルはね、いろいろ書籍とか雑誌を見たりとか、まあお店の人に聞いたりとかね、あとは、経験者の人に聞いてみたりして、まあいろいろ情報を得たんですけども、結局ね最初の一本でなんかその自分にぴったりなやつを見つけられるっていうようなもんではなさそうな気がします。はい、出てきました。じゃじゃーん、これですね。いいですね。グリベルエアテックエボリューションというね、ちょっとだけカーブしてるピッケル、このリエッシュね、なくさないようにするストラップみたいなものもついてます。でもエアテックはこのねカバーついてないですね。これ別途後で買わないといけないですけども、ピッケルです、いよいよ買いました。はい、さっきも言ったんですけど、これもね結局雪山を回数こなしていかないと自分のねどのピッケルの長さが合うのか、まあ、長さ4種類ぐらいあったりするんですけど、私は58センチにしてみました。長さもどれが適当なのか、形状、このカーブとかね、結局自分が行く山に合わせてピッケルも変わってくるらしいので、こう伸ばした時に足のくるぶしぐらいに来る長さでとか、その辺を参考に買ってみました。はい、あんまり、深く考えてません、この辺については。で、目下使うのは雪山講習で使います。滑落停止のね技術とかその辺を、教わるので、そこにとりあえず持っていくと。私が今シーズン行く山に限ってはもうトレッキングポールとかでも十分行けちゃうかもしれないんですが、ありました。はい、行きましょう。次、ピッケル、アイゼンピッケル冬靴、とりあえずこの辺が出てきましたね。これも飾ろうかな。あ、いいですね、いいですね。はい、あとはね、こまごましてくんのかなぁ。あ、言い忘れてました。はい、このウェア系いきますけども、ジャケット、一番上のアウターに関しては、私これでいくことにします。はい、これね、おととしの唐沢行く前とかに買った、マウンテンハードウェアの、ハードシェルですね。で、名前がウィンターコヒージョンジャケットっていうんですけども、まあ、割と分厚くできててあったかいのと、結構雪山仕様になってるんですね。
ここがね、非常にこう広く開くポケットがついてて、この手袋をこのまま入れてね、締められるとか、あとここにね、スカートがついてるんですね。はい。これが、まあ、熱をね、逃がさないっていうのもあるし、雪が入らないようにしてくれるスカートがついてたりします。あとは、まあ、ここがちゃんと上まで来て、フードがヘルメットを被っても、被れるようになっています。はい。で、雪山用のハードシェルっていうのも、これもまたね、調べると難しいっていうか、ややこしいんですけども、うん、なんかザラザラしてるのがいいというのをね、よく見かけてたんで、で、これも、他のに比べるとザラザラ感があるので、これね、私流用できると、思いました。うん、ジャケットもやっぱりね、買うと高いんで、まあやっぱり、これも試して、いやー、ちょっとハードシェル別のじゃないとダメだなってなったら、買えばいいかなと、私は思います。はい。ハードシェルですね。じゃあ中身について、ささっといきましょう。私の予定では、一番下。もうこれ肌着、下着に近いものですね。これはね、ファイントラックのドライレイヤーウォームというものですね。寒さを感じる時の肌をドライにするアンダーウェア。はい。アンダーウェアですね。まあ、汗をかいてもこう逃がしてくれたりとかね、そういう機能性アンダーウェアです。これは化繊ですね。まあ、汗かいた時とかにね、この上に着るベースレイヤーにこう素早く汗を移動させてくれる、そういうような機能レイヤーです。はい。で、ちょっと温かみも感じられると。これは化繊で、まあポリエステル 90% みたいなものです。はい。これを一番下に着ると、肌の上にね。次、これがベースのベースレイヤー、ベースレイヤーになります。はい。これがね、アイスブレイカーのメリノウールの、ベースレイヤーですね。で、まあこの辺ね、結構これも悩ましいと思うんですよ。よくその書籍とか、まああと動画とかでも、いや、もう雪山のベースレイヤーとにかくウールを着なさいっていう風に大体なってたりするんですけども、でもこう手触りのね、感覚でウールとその化繊触ってみて、そんなにね、差はないし、機能的にもね、どちらも、吸湿速乾とか歌ってるんで変わんないのかなと思うんですけども、まあ最初の1枚というかね、とにかく冬山行くならこれを着ようという1枚ということで、買いました。結構高いですよ、あのメリノウールのベースレイヤーね。だいたい1万円ぐらいします。はい。で、今回は、アイスブレイカーってね、あのゴールドウィンというところが扱ってて、ノースフェイスと同じ扱いというかね、同じところが卸しているものですね。いい色ですね。はい。これ好みですけども、はい。で、下着があってベースレイヤーがあって、その上に、うん、これも、ま、体温調節の1個かな、うん、まあ薄いフリースのようなベースレイヤーのような、中間のようなものですね。まあこれが、一番上になるかな。その上にはまあさらに防寒になってくるんですけども、これもハーフジップのものですね。もうあの脱ぎ着しないでずっと着てるようなものになると思うんで、だから合計3枚今考えています。下着があってベースレイヤーがあって、さらにこの、ハーフジップの、うん、ベースレイヤー重ね着という風になるのかな。うん。これテルヌアですね。ちょっと、EC スポーツで安かったんで買いました。これもね、いい色ですね。はい。そんな感じで結局ね、その上着、ね、レイヤリングに関しても経験しないとどうしようもないので、まあ、多い分にはね、いいと思うんで、こんな感じでやっていきたいと思います。はい。多分晴れてたら、もうこれベース、下の2枚だけでね、いけそうな気もします。はい。続いて下行きましょう。ね、これはね、下に着るタイツね、ノースフェイス、これがエクスペディションホットトラウザーズというね、まああったかタイツですね、ノースフェイスの。はい。これね、ツイッターでね、あの見かけたツイートで非常にいいというのを見かけて買ったんですけど、これね、試しに履いたらいいんですよ。これよくね、ちょっとちっちゃめに見えるんですけど、よく伸びるんですね、これ。化繊のやつですけども、うん、伸びるし履き心地が非常に良くてあったかいです。だからね、なんかそのうちこう日常使いになっちゃいそうなぐらいちょっと今気に入ってます。はい。でタイツに関しては、寒ければさらに重ね履きす
するかなと思います。まあこれ普段履いてるねタイツでいいと思うんですけども、で一番オーバーには私はとりあえずハードシェルパンツを履くことにしました。この辺もね、ソフトシェル履く人がいたりハードシェルの人がいたりね、いろいろバラバラなんで、自分の経験しないと分かんないところなんですけど、とりあえず防水の方が良かろうという、ところで選びました。これマウンテンハードウェアの、ドライステンパンツというパンツですね。一応これ上がねマウンテンハードウェアなので一応合わせてみようかなというところで選びました。これ完全冬用という感じで、冬雪用って感じですね。中に簡単な雪止めケーター代わりがついてます。はい、これでこれを口の周りにこうやってカポってやることによって雪が入ってこない。うん、でさらにここも、段階で絞れるようになっているので、この辺雪防止になってます。なんでゲーターに関しては私今回持ってかないことにしました。つけないことにします。はい、ゲーター付きのブーツと簡易ゲーター付きの、シェルパンツ、こちらでやっていきたいなと思ってます。あとはこの後ろのところですねがこう二重になってて丈夫になってます。これアイゼンを引っ掛けても、すぐには破れないようになってるものです。あとは、こうサイドがジッパーになっててね、靴を履いたまま脱いだり履いたりできるようになってます。はい、これがね実は結構高い。うん、3万円の消費税今 10% っていう感じだったんで、これ高かったな。うん、はい、足回り、そんな感じですね。そして、これがこれもファイントラックだっけな。うん、書いてあった、ファイントラックメリノスピンソックスレギュラー、はい、極厚でですね、まあ冬用ということで極厚の靴下を選びました。で靴のフィッティングの時も、すごく厚いものを履いてやってたので極厚でいきたいと思います。これもでもちょっと替えがもしかしたら必要かもしれないですね。うん、はい、続いては手ですね。これがねこれも難しいっていうか、もう経験しないと分かんないことなんですけども、いろんな情報があって、ややこしいのは手ですね。手袋、基本的にはインナー手袋、まあ、普通のこういう手袋ですね、インナー手袋とアウターの防水を組み合わせましょうというのが一般的のようです。はい、ただね手袋売り場行ってもいろんなものがあって悩ましい。なので私はとにかくいっぱい持っていくことにします。はい、で手袋持ってるんです、あったかい手袋ね。これね北海道出張のために買った、マムートのね結構ごついあったかそうな手袋ですね。もうこれでいいじゃんって本当に感じがします。私買った時もいつかね雪山でこれをねすればいいじゃんと思ってたんですけども、こいつはねあったかいんですけど、こうね中に保温材が入っててあったかいんですけど分離はできないんですね。だからこれがまあ汗でびしょびしょになったり、まあ間違って雪が入っちゃって濡れちゃった場合、これ全体がもう使えなくなってしまうということになると。なので、アウターと分離できるものがいいよということで、うん、こちらを買いました。ブラックダイヤモンドのソロイストグローブというやつですね。これはこの中身がこのベルクロで止まってて外せるようになってます。まあ、中身のやつも結構ねあったかい感じのグローブが入ってるんですけども、それを外すとこのアウターだけになるんですね。はい、だから最初ねこれをしていって、これがちょっと使えなくなった、濡れて使えなくなった、じゃあ内張りを外して普通の、これはねミズノのブレスサーモの普通の手袋、安いやつですね、これを履いて、でアウターグローブの中に手を突っ込む、これもダメになりました。はい、予備は1個あります、もう1個あります。これはモンベルのやつ、全部ダメになりました。いよいよこのマムートの出番。うん、これも予備で持ってたので、という話にしようかなとそんなことにはならないと思うんですけども、はい、それぐらい、グローブに関しては難しいというか実践経験がないと、適量とかね、適切なものが分かりづらいものなので、私はいっぱい持っていくことで解決しようと思います。はい、長くなってきたな。次ね、細かいものこれね、帽子、まあ耳が隠れるニット帽が絶対あった方がいいよということで、耳が隠れるものですね。うん、
このこっからはですね、あとこれも、今回のために買った装備、サングラスですね。まあ雪山では 100% 必要になるもの。これがね、ちょっとここでちょっとね、こう個性を出したくてこんなものを買ってみました。はい。ジュルボというですね、まあ、フランスのメーカーなのかな。こういうクラシックなサングラスを出していて、うん、あのエベレスト関係のね、写真とか、映像を見たことがある人は分かると思うんですけども、みんなこういうサングラスしてるんですよ。これがねちょっと憧れがあって、はい。まあ実際ね、雪山で使ってみて、あ、ダメだこれってなるかもしれないです。はい。ただ着け心地としてはね全然悪くないし、で一応ここにね風防がついてて、まあちょっとしたね、吹雪いても大丈夫という風なサングラスです。サングラスです。これはね某、メルなんとかでね、ちょっと中古で安く買わせていただきました。もしかしたら予備で普通のスポーツっぽいサングラスを買うかもしれないです。はい。でこっからは、次からはその来週の講習に向けて買ったものですね。雪像に泊まるというのがあるので、暖かくしなきゃいけないんですけども、ちょっとね、暖かい寝袋、うん、モンベルだと800の1番とか0番とかその辺も必要になるんですが、雪像の中は、0度ぐらいというのを聞いて、あ、そっか0度だったらこの間の辛さは0度近かった、さらに0度割ってたかもしれないって中だったんで、あそこで寝れる装備だったらいけると思ったので、寝袋は買わないことにしました今回。はい。でプラス装備、これがテントシューズってやつですね。いわゆる象足とかも呼ばれるものなんですけども、まあこれ単純ですね、ダウンが入ってて足先があったかくなるよってやつですね。はい。雪道で寝るとなったらこれいるんじゃないでしょうか。でこれまあこうやってねダウンなんでこうやってちっちゃくなって、ザックに入ると思います。はい。でもう一つ大事なのがマットですね。エアマットを1個持ってるんですけども、まあテント泊の時それを使ってるんですけども、それ1枚だとやっぱ寒いよっていうのを聞くんですね。特に雪道だと下が完全に雪なんで、下からのね冷気というのが一番冷たいです。なのでいい感じのエアマットを買いました。まあねこれも本当に難しい、人によってはこういう、これエアマットなんでこうなんつうの、本当に空気が入るやつですね。なんつうの、プールで寝そべるためのマットに近いようなやつです。でその中にこうなんかいろんな熱を反射する材料とかが入っててあったかいよってやつです。ニーモのねこれがねロングボーアルパインというねやつなんですけどね、ニーモのアルパイン向けのマットってねもう一つあるんですよ。オレンジ色ぐらいのやつで1000円ぐらい安いやつがあるんですけど、私はねこのロングボーというね名前に惹かれて名前で買ってしまいました。これなぜ違うかというとですね、これロングボーはなんかこうハンティング用らしいんですね。まあその寒いところでハンティングするためのものなんですけども、何が違うんだっけな、なんかこう層、中の層がね、あ違う、一番下の層、その雪面に触れるところはちょっと丈夫になってるのがロングボウだったと思います。はい。とにかく名前に惹かれて買ったこれ、まあ、使ってみて判断ですね。うん、あったかいマット、はい。まだまだあります。セルト、セルト私持ってなかったですね。はい。まあ本当はね日帰り登山、普通の登山でも必形と言われているものですが、私は持ってませんでした。はい。今回雪道で寝るにあたってこう蓋とかをねするのに必要だったり、まあ本当にビバーク用品としても必要ということでセルト買いました。はい。そしてもうあんまないってことですね。あとはその講習で使うスリング、 120m のスリング、まあこれ体に巻きつけて多分こうやって引っ張ってこう滑落のね状況を作ったりするためのスリングだと思うんですけども、あとヘルメットもね新しくしました。これはねコングイタリアのコングというメーカーの、ヘルメット、なんかこれは見た目でちょっと買っちゃったんですけども、まあ前のね持ってるブラックダイヤモンドのやつがアクションカムの、ね、アタッチメントがいっぱいついててちょっとかっこ悪いなと思ってて、これを機にヘルメットも買いました。最後になるかな、もういいね。はい。最後はショベルですね。雪用のショベル、
まあ、今回は雪道を掘らなきゃいけないということで、これは必見になりますし、まあ、本来は、雪山登山、日帰りとかでもね、必見と言われてます。まあ、ショベルだけじゃなくて、例えばプローブ、あのゾンデ棒ってやつですかね、雪崩が起きた時に棒で刺して人を探す棒であったり、ビーコンですね、自分が携帯してて、雪崩に巻き込まれた時に見つけてもらうようなビーコンと、ショベル、ゾンデ、ね、この辺が、雪山三種の神器などと言われていますけども、今回私はですね、これだけ持っていけばいいかなと思ってます。はい、まあなんだろう、ゲレンデなんでね、ゲレンデで滑落停止のこととかやるんで、雪崩の心配はなかろうと思います。とりあえずこれは必携ということで持っていきます。これね、ちゃんとこれ持っていくの大変なんで、このままね持っていくの大変、こうやって分離できるようになってますね。はい、分離して持っていきます。はい、もう20分以上になりましたがね、あ、ここやるの忘れてましたね。ちょっと吊るしてみますか。はい、こんな感じになりました。なかなか壮観ですね。で、あとザックなんですけども、まあ、これに加えてテントとかね、他のダウンとかの防寒着持ってくんで、やっぱりね、天白ぐらいの大きさのねザックが必要になりますんで、それも本当は防水のやつにしたいんですけど、そこまでもう予算がないないなんで、今回交渉に関しては、辛さに持ってったミステリーランチですかね、あれを持って行って、まあ中の防水をしっかりしようかなっていうところですかね。で、一応揃ったんですけども、まあさっきから何回も言ってる通り、行かないとね分かんないですね。雪の中を実際歩いたり泊まってみたりしてね、グローブはこうだったとか、足元はどうだったとか自分で考えないとやっぱ進まないなと思いました。まあ今回に関してはその来週講習に行くんで、講習にね持ってきて欲しいものというかね、持ってこなきゃいけないものリストっていうのがあるんで、それに関しては全て埋まってるので、まあ大丈夫かなというところです。まあ GoPro8 とかね、他にもいろいろ欲しいものはあったんですけども、全て解けましたね。やっぱりね、雪山一から始めるとなると出費がかなりきます。まあこの辺ね、買うだけ買っておしまいってことにならないようにしたいなと思います。というわけで今回は、私が買った雪山装備こんなのだよという紹介でした。それでは。